サンミゲル・デ・アジェンデの素晴らしい時間を終えて、ケレ太郎に向かいたいと思います。ケレ太郎、私の印象では、まあ、ケレ太郎自体はそんなになんですけど、個人的な印象ですよ。まだ行く前の印象として、ケレ太郎自体はそこまで魅力を感じてませんが、ケレ太郎の郊外にある、巨大な一枚岩、まあ、そこで、ちょっと撮影したいなと思いまして、ケレ太郎に向かいたいと思います。サン・ミゲル・デ・アジェンデは、まあ、本当に良かったですね。時間を過ごせば過ごすほど良さを知ってしまう。やっぱ、滞在の後半になればなるほど、もっと強く引き付けられる、そういう街でしたね。はい。それでは、次は、ケレ太郎へ。ケレ太郎に着きましたけども、メキシコシティ以来の超巨大なバスターミナルですね。街自体もかなり大きいですね。自動車会社が結構進出してて、日本の、まあ、ビジネスの街っていう感じがちょっとしますね。地方のこじんまりした街とはちょっと雰囲気が違いますね。とりあえず、メインバスターミナルから中心地にローカルバスで向かいたいと思います。ここケレタロからは、まあバスで1時間ぐらい行ったところにちょっと面白い街がいくつかありますので、ここケレタロを拠点にそういったところに行きたいと思ってます。メキシコの街はもう正直一つとして私知らないので、知らないし行ったこともないし、前情報も 誰かのブログをちょっとね見るとか、そういうレベルなので、全然ね、大きな期待とかあんましないんですけど、まあ雰囲気ありますね。どの街もケレタロもね、こうやってカラフルだったりして、なんかどの街も味がありますね。結構骨董品屋が多かったり、古いレコード屋が多かったり、なんかちらちらそういう面白そうな店がありますね。まあ、どの街もカフェが結構多くて、まあどのお店もやっぱ個性的なんですよね。どの街も居心地がいいですね。なんか居心地悪くて早く去りたいと思うような街がまだないんですよ。もうメキシコはね、本当いいですね。もちろん治安とかの面でね、なんかトラブルに巻き込まれたりとかしたら、ちょっとね、印象がまた変わっちゃうかもですけど、まだそういう治安が悪いね、街とかエリアには行ってませんけど、このケレタロもね、治安の部分でもあまり心配がない街だと聞いてます。はい。数日間ケレタロに滞在したいと思います。
タロもいいな。あんまりケレタロで観光するっていう情報自体はあんま少ないんですよね。なんか駐在とか、そこを拠点にどこか行くとか、そういう情報も多くはないんですけど、まあ、ケレタロもすごく雰囲気いいですね。街の雰囲気が。ケレタロの水道橋です。セゴビアでも水道橋見ましたけどね。セゴビアよりは作りはシンプルかもしれませんけれども、このね、長さなかなか綺麗ですね。いや、このね、景色も素晴らしい。ムイビエンでございます。綺麗だね。何よりエジプトもそうですけどね、エジプトみたいじゃないですけど、メキシコもね、基本天気がいいんですよ。空気が乾燥していて、日中はもう25度以上になるので、まあ暖かいですし、それでいて朝晩はもう 10度以上下がるので、まあ涼しいですしね。はい、気持ちのいい天気。このね、綺麗な青とカラフルな街だったり、こういうね、景色だったりが素晴らしく映えますね。滞在の日が長くなればなるほどメキシコ好きになるわ。まあ多くの国を旅行した人が結局メキシコが一番っていう理由がね、結構わかりますね。人も結構穏やかで、物売りとかのプレッシャーとかもないですし、ぼったくりがほぼないんで、非常に楽ですね。
それでいてこう気候がいいし街並みがいいし食事がいいしホテルは結構いいのに安いし素晴らしいです。ビバメキシコ。